よし、とりあえず帰ってきたけど、そういえばセーブルのお兄さんとか今どうしてんねやろうな。弟が殺されかけたこと知ったら味方ついてくれそうやけどね。判明したことよりわからなくなったことの方が多くなってしまったようですが、はい、それは仕方のないことなのでしょうね。そうですね。そして女帝陛下ご自身の動向については、陛下がそのようにお望みであれば我々はそのご意向に従うのみです。女帝ってまだそんな権力あんの？30年前の行方不明になった人やで、ね、しかしながらまずは陛下の安全を確保できたことだけでも大きな進歩であると言えますね。まあまあまあ、そうですね。陛下は私たちに対してまだ口をつぐんでいることは終わりなのでしょう。それでもこれで少なくともタルタロスに囚われていたのが誰だったのかは明らかになりました。バッサゴと思ってんな、ルネッサも。でもどうなんでしょうか。まあ、状況的にはバッサゴを怪しいっちゃ怪しいけどなあ、あの性格であの口ぶりやしな。それよりももっと差し迫った問題がありますね。はい。バルハラの墜落が本当に起これば、アズの民にとっても壊滅的な被害となるでしょう。その気に乗じてタルタロスは覇権を奪取すべく動くかもしれません。時間がないわね。ともかく早くカロンを捕らえなきゃ。カロンの潜伏先を知っているのはおそらくバッサゴーだけだと思うけど、ホイホイ教えてくれるとは思えないわね。とりあえず聞きに行かへん。とりあえず聞きに行こうや。教えてくれるかもしれんね、バッサゴーやったら。僕は繋がってへんと思ってるね、正直。この二人は私たちを殺そうと襲いかかってきたりしたことを考えますと当然ですわね。今回の件にはバルハラも巻き込まれています。やはり四天使アマリリスと連絡を取って女性を請うべきでしょう。味方になってくれるかな。彼女の情報ならカロンの居場所を掴んでいるかもしれませんし。アマリリスは味方にならなさそうやねんな。その返答を待つ間に私はタルタロスへの監視を強化するよう治安兵団に通達を出しておくことにします。あんま治安兵団の実力じゃ役に立たへんやろうなって思っちゃう。四天使アマリリスね。あんま行きたくないよな。もしバッサゴーが何か企んでいるのであれば、バルハラは強力な味方となり得ます。ともかく私たちは対局を睨みながら行動せねばなりません。慎重やな。了解。すっかり兵団の仲間入りやね、テビーさん。それはアマリリスの方行くか。順番的に次はアマリリスと戦いそうな気もすんねんな。教えてほしくば力を示しなさいとか意味わからん理由でなりそうちゃう。はい、久しぶりに来ましたバルハラ。どうなってるよな行き先。結構来たことないな実は。あら、四天使アマリリス陛下は歓喜の間にいらっしゃいませんわ。はい、ここ歓喜の間。どういうこと。先ほど陛下との謁見を申請して受理されたのですが。いつの間にそんな申請を。でも謁見場所としてエバーナイト庭園の遥か上空に位置する、はい、産卵の水泡を指定されました。余人を交えず陛下と会談を行うならこちらまで行かねばなりませんわ。ちょっと遠出しなあかんのか。どうでもいいけど、あのいけすかないタイブリウスと顔を合わせないで済むのなら謁見場所なんてどこだっていいわ。どんな面して次会うんやろうな。殺しちゃった仲やで。エバーナイト庭園最上階ね。はいはい。おお、ああ、ビーナー。よし、あと名前が出る前に思い出せた。ビーナちゃん、どうも。ビーナー、あんたまたなんでここにいるのよ。この前会った時あんた全然噛みついてこなかったじゃないのよ。そやね、あんたらしくなくて気持ち悪かったからちょっと心配だったってだけよ。 ごめんなビーナ、今回もちょっと急いでね。バルハラが落ちるかもしれんね。ビーナ邪魔せんといてくれる。これ持っていきなさい。役に立つかどうかは分かんないけど。何くれんの。猫の肉球の守り、かわいい。プニプニの肉球がついた小さな守り。ボスバトル中にライフが 25% 未満の時、持ち主の HP 瞬時 5% 回復し、その後50秒間5秒ごとにライフが 1% 回復する。ボスバトルごとに1回のみ使用できる。はい。全然キーアイテムじゃないな。あ、ありがとう。なんて可愛い猫ちゃんの肉球。僕のやで、セーブル。小さな絆創膏ま
僕のやつ終わりへんぞ。偉い人に会う前とか緊張をほぐしたいとき、この肉球をプニプニさせるといいわよ。ありがとうビーナ。なんてタイムリーなプレゼント。タイムリーな。ちょうどこれからアマリリスに会いに行くのよね。あ、そういう意味ね。アマリリス？知らんの。ならビーナの新型爆弾の方は後にした方がいいかな。まだちょっと不安定なんで、そんな人の前で暴発しちゃったらやばいもんね。ごめんな、ビーナの爆弾あんま使えへんねん。爆弾使うぐらいだったら買い替えてもとかええからさ。いい感じの超火力には仕上がってるんだけど、さすがにちょっと加減しなきゃダメかな。ちょーっとお待ちになって。あなたまさかバルハラでその新型爆弾気ままに街中で爆破実験繰り返してたりしてないでしょうね。もちろんこの理性と節度の人、人呼んで爆炎のビーナ。そんなことたまにしかやってないし、そんなにひどい騒ぎにはなってないし。ちょっとは騒ぎになってるんや。まあでも、もし衛兵からビーナのこと聞かれたら、うまいことをごまかしておいてよね。ねっねっ。かわいいな、ビーナちゃんは。よう一人でやってこれてんね。別にあんたのために作った爆弾じゃないけど。あんたは食べちゃないんだからね。必要になるんじゃないかとか思ったんで、どうしても欲しいって言うなら仕方ないから渡してあげるわ。渡してくれるんかい。アマリリスとの話が済んだら、はい、また来てよね。その後ね、あんたに新型爆弾の威力見せつけてあげるんだから。怖いわ。そうね、面白そう。どう、良さそうでしょ。白猫爆弾絶対役立つってリーナのお墨付きなんだから。これあれ、先言ったやつは別。あ、いつもゼニーじゃなくてご支援ありがとうさん。これかわいい、ありがとうさん、かわいい。あんたもうこれ、え、じゃあ もういいですかビーナさん。在庫す。ビーナさんたまに出てきてくれるけど全然ストーリーに絡まへんねんなって言うとしたら、ね、どうしたセーブル気持ち悪いね。ビーナのこと思い出してんの。ビーナさんはテビーさんのこと本当にお好きなんですね。はい。ああ、うん、仲いいなこいつら。そうなのかな。え、いる今の。絶対いらんて。え、なんか、え、ビーダ、これからなんかあんの？これから大活躍する、もしくはビーダ死んじゃうとか、そういうあれ？今のうちに仲の良さアピールしとこうっていうやつ？ちょっと嫌な予感してきた。最近人死んでへんもんな、このゲーム。はい。結構近いな、目的地。オッケー。はい。ビーダとかこういう、マップ外のフィールドで、え、これもしかして、あー、ポータルパターンや。魔界でやったことやん。近くにポータルが、うわー、また4つある。了解。これ、またテレポートした先で戦闘じゃないの？アマリリス担当戦闘になるんじゃないの？最近ほんま、ボス戦をフルに見せることもできんねんよ。くっそ時間かかるし。前回のバッサゴー編とか、割と半分ぐらい謎のカットしてると思うけど、全部戦闘しそうと思ったら多分20分ぐらいかかるんよね。クソ長いし、小原さんもうなその20分間も戦闘中喋れへんからね。普通に強いし、体力が多いだけじゃなくて防御力も高くなってるからね。こっちも攻撃力高くなってるはずやのに、それ以上にもう敵が硬いってね。時間かかるわ。楽しいけどさ。よし、全部とりあえず起動してきました。はい、行きましょう。あ、セーブしなかった。え、セーブしなかった、何してんの僕。やばやば、前かオートセーブやってくれてるか。戦いそうやん。そうでもないか。僕たちもしかして宇宙にいるんですか。どういうこと、何その感想。すごい景色。宇宙こんな景色ちゃうやろ。なかなか活躍とのことですね。はい、エロいな。評判は聞いていますよ。謁見を許します。ありがとうございます。どこにいんの。あ、出てきた。四天使アマリリス。この祝福された景観は我が領域を見渡すのに理想的な眺望なのです。ここに招いた者はごく少数なのですよ。招いたっていうかもうこっちから来たんですけどね。私にそれほどの興味を抱かせた自分たちの仕事を誇りなさい。偉そうやな。陛下、そのようなお言葉もったいのうございます。あ、死んじゃ。このセリア、身に余る光栄ですわ。すごいですね。光に合わせて風が渦巻いてますよ。うん、
手を伸ばせば星にだって届きそうですね。さて、教えてちょうだい。私に会いに来たわけを。心躍る冒険譚を私に聞かせるためですか？残念ながら愉快な話ではございませんわ。むしろ差し迫った災いのお知らせでございます。バルハラ大ピンチですよ。大きな災厄が起きるかもしれないという警告があったのよ。災厄と？全然知らんの。伝え聞いた話によると、タルタロスの主バッサ号が何者かと結託してバルハラを地上へ墜落させようとしていると。ガリア女帝については伏せて話してるんか？もしこれが本当ならバルハラのみならず、アズも大きな被害を免れないわ。できればこの事態を回避するための対応に協力してほしいんだけど。証拠武装とか言われてたな。バッサ号、スミレ戦争が終結した後、バルハラとタルタロスは和平協定を締結しました。バッサ号が協定を軽々しく保護にするとは思えません。割と小さいけどね、バッサ号。いかなあの男とて、私を害するような蛮勇は持ち合わせていないのでは？面白そうやっていう理由で割と保護にしたいけどね。例えばバッサ号に被験する者がバッサ号と共闘することで、さらに恐ろしく強大な力を得、世界を思い通りにしようとしているとしたら。しかし、あの貪欲な暴君をも動かせるような輩はあの的にいるものでしょうか？カロンってやつがいるんですよ。筆頭魔導士カロン。ドン。彼を見つけなきゃならないわ。うん、それなら捜索は不要です。どういうかしてんの？陛下、カロンは死にました。え、死んだ？さて、他に報告すべき事項はありますか？もうちょっと詳しく、もうちょっと詳しく。ちょっと待ってください。それで終わりですか？礼儀をわきまえなさい、小悪魔。すいません。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。じゃあそれ自分の目で見た？カロンが死ぬのを。死因は何？教えて。それに彼がさらっていった女帝は？女帝も死んだって言うつもり？カロンと女帝はもうこの世にはおりません。あら、気に留める必要もありません。何も知らんなお前。人族の娘よ、あなたが過去の栄光と繁栄を取り戻したいと願う気持ちは。ダリア女帝の刑は伏せて話しといて正解やったな。しかしそれはもう叶わぬことなのです。人族の二つの巨星はとうの昔に落ちてなくなっているのです。あなたたちのよこした話は信憑性を盛るために極彩色を過剰に塗り重ねた絵空ごと。パパ、なかなか信じろ言われても信じられへんよな。バルハラを落とせる力を持つ者はおりません。ちょっとあれやな、自分たちのことを過大評価しすぎてるからこその傲慢さが出てるんかな。だけどこの件についてこれ以上の詮索はやめるのです。ほう。これは要望ではなく命令です。これ以上サグルダ的なことも言ってるから、若干なんか分かってるんかな。分かった上でそれ以上深入りすんなって言ってるんかな。なんかこいつも悪いこと考えてたりとかして。戦うの？いやよ。はい。テビ、あんた嘘つきね。タイブリウスと同じだわ。結局それよな。結局タイブリウスと一緒やからな。ほう。大天使の蛮行を黙認し、闇の間引きを隠す。お前政治家かよお前。秋分に蓋をしお前を黄金で飾っている。政治家やんけ。そして今また恥ずかしげもなく嘘をつく。それを知っている私はもう傍観者でいるつもりはないのよ。あの女帝はそう簡単には死なないし、きっとカロンも同じだわ。必ず何が起きているのか暴いてみせるから。まあカロンは生きてるやろうね。女帝のことも死んでるって決めつけたからもう探す気はないんかな。四天使たる私のことよりたわいもない伝聞を信じるのですか？まあ、あなたの方が信用できませんからね、こっちから見たら。バッサ号の感知に長ける気質を知らぬとは言わせません。マトで聞いた話などは全てまやかしなのです。まあ、確かにバッサ号がちょっと呼べへんところあるからね。いや、これとバッサ号は関係ないわ。全部くだらない政治ゲームと欺瞞を弄するあんたの話よ。真実に裏付けられないあんたの統治にはいいよヘドが出るわ。言ったれ言ったれ。
おお、美人。あ、ちょっと胸小さくなった気のせいか。どうかお慈悲を。だいぶ衣装変わったね。テビ、聞いて。もし戦いになったら、あら、私は手助けできませんの。マジか。私は四天使陛下には歯向かえないのです。ほう、まずいですよテビーさん。セーブルは思いっきり手伝ってくれた方がいいなセーブルはバッサコと戦う時めっちゃ手伝ってくれた方がいいな。私は嘘が許せないの。不尊なる娘、その傲慢さを後悔することになりますよ。でも今回はあれやで、バッサコは遊びやったけど、これは遊びじゃないからな。倒すまでやらなかなちゃう。さあ始まりました。オービターシャットダウン。めっちゃダサい。セリア使えへんのね。セリアの方がな。ちょっとなんか喋っとった。セリアの方が遠距離攻撃使いやすいんだけどな。追尾遠距離攻撃が使いやすかったんやけど、敵ドライフやばいな。6ゲージか。バッサーゴより強いやん。危なっ。そして今回復が多分なかったから全然だよな。これはさすがに勝てへんか。でバッサガオトリと比べてダリア女帝の加護もないからな。ちょっとまずいですね。よし。あー落ちるんかい。足場がうざすぎる。はい、大丈夫か。ここ大丈夫か。おっしゃれー。くそ、もうやめる前と思った相場レーザー来るのね。よし、ちょっと久しぶりにボス戦ノーカットやってみる。最近のボスがどんだけ長いかをちょっとみんなに味わってもらおう。話はスキップします。いくぜ。一応回復アイテムを潤沢に用意してきたんで、多分勝てると思う。星が生まれ、星が死ぬ場所に他なりません。よ、そなたの永眠する場所には最適でしょう。はい。よ。長いな。長いな攻撃。置いていいですか？はい。ちゃんと足場作って。チャンスっていうなんか大きくスパナーを振る攻撃で一応足場作ることができるんやけど。はい、足場作ってからすぐ出しちゃめて。ケビーさんは技が豊富すぎてね、適当に技が暴発しちゃって移動技とか使っちゃうよね。それで足場から離れちゃうね。それで僕は下に落ちてた前回。いや今回安定してるよコマさん。危ない。離れよう。しっかり欲張らんで。今回ゆっくり行こう。どんだけボス戦が長いかっていうのをみんな味わってもらうから。よう、こんだけ小村さん集中できるなっていうくらい長いから。よ、ちょビームとか。よ、はい、下がれ。なやれ。よし。よ、はい。下がって。初ダメージ、小村さん初ダメージ。二度目のダメージ。はい。くそ、遅かったか。長いんですけど、痛いんですけど、これを受けないとダサいんですけど、小田さん。よし、来た。はい。よ。いやー、どこ行ってんねん。TV さん。行くなよ。ちょっとそのままダッシュするのやめて。その固めた足場の上でコンボしたいの。よしか、大丈夫やな。よし。これ何？この光ってよ何？バフ？一定の時間防御力が増加し硬直しなくなる。はい。びっくりした。ただのあられかと思ったら追尾してくるのかよ。はい。今のところバッサゴよりかは強くない。ちょ、しっかり相手を攻撃見ろ。しっかり相手を攻撃見な。いいよ、ナイスダメージ。よー、さすが。これがジェット噴射。なんという再現な愚かしさ。くっ。いいよ。はい。よけろー。危なーい。はい。上に行きたい。
よしよしよしです。まだ押してへん。おどうした、もうおしまいですか。最近戦闘中に喋るの多いね。たまんなさいよ。頑張れテビー。結構追い込まれてるんやね、ストーリー的にも。破れておでいにまみれた人族はいつも言い訳ばかりを並べ立てます。はい、あなたの敗北が準備不足のせいだとは言わせません。今回結構準備してきたんですけど、判断力と見識の不足がこの結果を招いたのです。まだ買い替えても使ってへんからね。負けるとは決まってないわ。ほんまによ。セリアは何をカカシみたいに突っ立っているの。セリアさん、彼女はあなたの協力者ではないのですか。助けてあげないの。セリア、でも陛下、陛下に背くなど、陛下に刃を向けるなどできようはずもありませんわ。友達と上司どっちが大切やねん。まさかバルハラの絶対統治者が負けるかもしれないなどと思っているのですか。結構自信満々や。私を愚弄するのですかセリア。なんか結構アバリスさん寛大やん。いいえ、そんな滅相もございませんわ。決して。セリア、ならばその魔力を駆使し、あなたの気骨をさらけ出し、前例をもって私に立ち向かいなさい。意外と熱い人やった。手伝ってくれるかな。セリア、あ、セリア来た、セリア来た、あさす。セリアさん待ってたわ。こ、あ、間違った、使っちゃった。張り切りすぎ、張り切りすぎ。できればあれやね。セリアさん自分の意志でなんか味方してほしかったな。テビーのピンチに自分の上司に逆らうっていうのをしてほしかったけど、まあまあまあいいでしょう。逆にちょっとアマリリスの評価が高まったね。いや、セリアのこの追尾攻撃が狙いやすくていいと思ったけど、意外と周りの飛んでる弾に痛い。ちょっと離れた方がいいな。周りに飛んでる弾にちょっと追尾がいっちゃうね。ここもったいないな。いけ、いけ。あまりその評価が高まったというか、単純に自分に自信があるだけの可能性あるよな。めっちゃなんかエネルギー食べてるけど大丈夫これ。元気のまま撃とうとしてるけど。お前もドラゴンボール好きなんか。おう、微妙。食べた割にはめっちゃ微妙。いいよ。よし。近づけ、近づけ。離れて、離れて、離れて。いける、全部いける。くそ。回復するか、そろそろ。シュークリーム美味しい。いや、なんか地上コンボができひんからめちゃくちゃ戦いにくい。こいつ大ダメージなかなか出せへん。違う違う、それじゃない、やりたいな、それじゃない。これ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 、ナイス。いいよ、さっきダメージ、これよな。かっこいい、ナイスダメージすぎる。このまま次のゲージいきたいけど、ナイス。いかに赤々と燃え盛るのでしょう。いいよ、落ちんない落ちんない落ちんない、まだ一回もしてへんから。ちゃんと空中戦できてるやん、テビーさん。ねえ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 、いや、また帰った方がいいか、離れ方がいいな。いや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 、無理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 、落ちんな落ちんな、落ちんなー。ダメージでかいよ。回復使います。おやつ食べなきゃ。意外とそんなライフ減ってへん。よし、一回落ちちゃったけど、まあ一回ぐらい認めてくださいよ。痛い、でかすぎ。はいはいはい、もう半分以上は減ってるな、敵のライン。いけ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 、くそ、もったいない。90ダメージでかい。落ちない落ちない落ちない。ぐらい早く回復しとるな。後悔することになりますよ。ブレクブレクラキ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 、めっちゃ微妙な位置やねんな。ブレイク中に攻撃するのやめて。こっちが攻撃チャンスのはずじゃん。光線何、光線無視していい。いや、光線当たり判定あんの、痛い。ちょっと調子悪くなってきましたね。一回回復使っとくか。怖い、微妙動くのやめて。なんで微妙動くの。それはずるいですやん。ほら向け、はい、傲慢さを少しは抑えなさい。真ん中、真ん中に行って、真ん中も危ないな。
でも真ん中しか安全地帯ないよな。なんやこの技。いや、ブリ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 。いや、違う、タイミング最悪。タイミング最悪。いや、回復ないと無理やな。絶対勝てへんわ。マジ強い。楽園へと送り出しましょうか。かっこいい。飛んで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 、よし、ナイス返し、ナイス返し。なんか意外とバッサー号の時もそうやったけど、必殺技が見えないな。いや強いな、強いわ。痛い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 。おしゃれー。怖い。どうだ、どうなる、どうなる。よし、なんか当たって、なんか当たって。ラッキーラッキーラッキー。いや、はい、なんという感じ。よし、ナイス。なんだかんだ、ウェーイ、ナイスヒット。なんだかんだ、もうちょっとでラストゲージ行くやん。ちょっと一回回復使いたいな。再現の愚かしさ。危ない危ない。マシマなくなった。あー、怖い怖い怖い。いや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 、辛いな。常に浮いてんのずるな。それも翼じゃなくてええやん。翼で飛んでるわけちゃうな、もうこいつら。空気の抵抗とかそんなんちゃうやん。それは全然ダメージ取ってへん。一回回復しよ、一回回復しよ。もう回復も少なくなってきました。ピンチです、小村さん。なんという再現の愚かしさ。受けられへん、受けられへん。離れろってこと。離れてもあかんしな。いや、面白いな。目の前で食ったろ。どうなんだどうなんだ。よし、これはかんな、これはかった。ちょっと思ったより太いけど、極太レーザーやけど。下がって、いいよ。落ちるな、落ちるな、落ちるな。なんかめっちゃ来てる、めっちゃ来てる。怖い。下行っていい。いやー、微妙に追尾してんの。ラスト回復使います。危ない危ない。危ない。はい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 。シュメイク。こいつも戦闘途中で終わってくれたら嬉しいんだけどね。バスが解けるように。危ない。ちょっとかった。クソ、誰だったんだ。よっ、ナイス。さあ、ゲージ、最後のゲージ。もしかしたらバッサゴの時みたいにここで戦闘終わるかもしれん。ちょ、抜けろよ。それはダサい、小村さん。はい、はい、危な。上、下か下か下か。無理じゃねえ、無理じゃない。いけー、ターブ終わってくれ。戦闘もうつらい、もうつらい。いや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 、終わった終わった終わった。僕の体が悲しまりに。チートじゃん。この呪文は滅多に詠唱することはありません。はい。特に戸様には。外様で。この技を使わざるを得ないところまで私を追い詰めたこと、賞賛に値します。まだ余裕やな。誇ってもいいですよ、四天使陛下。それにしても、このようなザレ事を広めるとは、バッサ号は本当に厄介ですね。あの男には、一度きつい罰を与えねばなりません。アマリリスの方が格上な。それが終わるまで、あなたはここで行儀よく待っていなさい。はい。人族でありながら四天使に立てつこうとしたのは、あなたが初めてですよ。いや、それほどでも。全く惜しいけれど、やはり見せしめになってもらわねば困ります。殺されんの。ひー、いやー、強かったな。回復でご了承したけどギリギリやったわ。あ、普通に捕まってる。なんやここ。え、ちょっと襲われてセーブルに。こんな名もない部屋、この毒性欲の化け物になった悪魔に襲われちゃうよ。僕たちの荷物も押収されてしまいました。冷静やん。
冷静なふりして心の中は冷静なんかな。ああ、庭でユニコーンと遊んでる方がいいな。何言うてんのこいつ。セーブルたまにほんま意味わからんこと言うよね。それにしても視天使様の前であれほどの短歌切れとは思いませんでしたよ。テビーさんすごかったですね。なんでこんなのんきなんや。僕らどうなるかわからへんねんぞ。ちょっと頭に血が上っちゃった。ちょっと上ってたねテビーさんも。女帝から聞いた話のせいかな。彼女に怒ったこと、フレイに怒ったこと、それにセーブル、あなたに怒ったこと、そういうのが自分の中にいっぺんに押し寄せてきて。さあな、よくよく考えると最近結構きついことばっか起こってるもんな。仲間とか知り合いが死にかけてばっかやもん。そりゃいっぱいいっぱいになるか。嘘と裏切りばっかり。私たちゲームの駒じゃないし。で、切れちゃった。切れちゃったんや。ちょっと無茶だったなって今は反省してる。西方みたいな場所じゃ逃げ場ないんだから、あんな風に対決すべきじゃなかったわよね。生き残っただけでは儲けもんよ。そんなに自分を責めないでください。デビーさん、誰だっていつも冷静でいられるわけじゃないですよ。特に気持ちが高ぶってる時はね。いや、自分に言い訳し始めた。今僕気持ちが高ぶってるよ、だから許してねってこと。セブル、バッサゴー陛下の前でテビーさんがピンチになった時の僕みたいに。あの時の僕は考えるより先に体が動いちゃってましたしね。でも良かったですね。視天使様は僕たちが調査探索でこの件に介入するのをやめさせたいだけで、殺すつもりはないみたいですもんね。意外となんかなあ、ちょっと評価上がってんねんけど。なんか知らんけど視天使様の、逆にバッサゴーの評価結構下がってんねんな。彼女のことだから私たちを手札として使うくらいのことは考えてそうね。どんなどす黒い策謀が裏で動いてるのやら。ちょっとほんまに何考えて暴れた。バッサゴーとアバレリス難しいな。でもこんなことに巻き込んじゃってごめん。気にしないでくださいよ。冒険者だったらこのくらいの危険は当たり前なんでしょ。テビーさんと旅してるうちにすっかり慣れちゃいましたよ。だけどセリアはあの視天使を心から尊敬してる。一応戦ってしまったことを気負ってしまいそうやな。セリアは私がアマリリスと本気で対立したことできっとものすごく怒ってるでしょうね。訂正、怒っていたですわ。どこにいんやセリア。過去形です。過去形とか言われるとちょっと英語の授業思い出すからちょっと嫌になるわ。おお、美少女セリア。こんなところにどうしたんですか。セリアさんは免罪されて拘束を解かれたのに。あ、いつからこんな脳筋に。まさかここには何か別の目的で。拳でコンクリート破壊しとる。違いますわ。私お二人をどうにかしようなんて思ってませんわよ。じゃなくっておバカさんお二人助け出しに来ただけですわ。無断で。実は私ビーナさんとお会いしました。ビーナ爆弾か。今回の件を話しましたらとても慌ててらっしゃいましたけど、なんとか伏線やったんかってこれをくださいましたの。例の新型爆弾。あざすビーナちゃん。ビーナがそれ使ってセリアが何するつもりかわからないけど、もしかして視天使の命に背くことなんじゃ。私は依然として視天使アマリリス陛下の忠実な信徒ですわ。ほう。ですが誰しも道を誤ることはございます。なるほどね。だからこそ今回の事件の真相を突き止めたいと強く思いましたの。テビー、なぜあなたがあんな行動を取ったのかは理解しているつもりですわ。めっちゃ理解者やん。ですから私の前ではもう言い訳はいいわけなのです。うわ、面白。ビーナはいい品の。お、壁なんてへっちゃら。ウォールジャンプが可能になるブーツ。ほう。脱獄するにはうってつけのアイテムですわね。ウォールジャンプ。とにかくあなた方が拘束されていることはまだ公になっておりませんわ。そうなんや。となればバルハラを密かに抜け出しても騒ぎにはならないでしょうね。この爆弾の騒ぎは大丈夫。この爆弾の爆発気づかれてへんの。ただカロンについては何の手がかりもつかめなかったのは残念だったわ。
カロンについて何も分かってへんな。ムフフフ。どうしたの？私はしっかり掴んでまいりましたのよ。神父エラスムス様が貴重な情報をお持ちでしたわ。エラスムスが知ってたんや。神父さん、バルハラに戻ってたんですか？フレイ大丈夫？フレイですが、すぐまた呼び出されて支天使様とタルタロスに向かわれたので。あ、そうなんや。それほどじっくりお話を伺う時間はなかったのですけれど。タルタロス行ったんや。アマリリス直接対決じゃん、バッサゴーと。何でも神父様は一時期遠いスノーベールに宣教師として赴任なさっていたそうですのね。ほう。ところがある日突然スノーベールにいた全天使に帰還命令が下されたとのこと。あ、だから冬の雪の降ってる地方あったんよね。ここはまだ進まんとこうと思って進まへんたんやけど、そこにいるんか、カロン。これはいかなるデータベースにも記録のないことですけれど、ちょうどその頃に支天使アマリリス陛下がカロンと無双家の隠れ家の名前を並べて口にされていたのを神父エラスムス様が聞いておられたそうですわ。じゃあアマリリス、カロンが死んだっていうのは嘘か？生きてるって確信してるんじゃない？口に出してたってことは。確かに怪しいわね。でもその無双家の隠れ家ってのはスノーベールにあるのかな？あるじゃない。神父様もそれについてはよくわからないそうですわ。ただスノーベールのことを懐かしく思い出されるとともに、かの地を探る価値はあるのではないかとおっしゃってましたよね。とりあえず目的地は決まったね。スノーベールね、確かアナテマの東ベルダズーレ海を渡った先だったかな。はい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 。かなり険しい山岳地帯で複数の自治区があるとか。ああ、僕も聞いたことがあります。人を寄せ付けない気候なんで、スノーベールには未開の地が多いんだってさ。ろくな交通機関もないそうだから、行くとなると結構苦労しそうね。楽しそうやね。でしょうね。とはいえ、ここを目指すというのが今の私たちには最善手ではないかしら。あとはみちみち詳しくお話しいたしますわ。お願いします。神父エラスムス様が手配してくださったおかげでアナテマ行きの飛行船に乗れますわよ。アナテマでは飛行船とか使わんよ、ワープがあるんやから。あ、ピーナがアナテマにいんの？こっそりバルハラを抜け出しましょう。オッケー、アナテマでじゃあビーナちゃんと会いに行こう。しっかりしてんじゃん。えい。で、壁登れるようになったん？どうやって使うや、なんちゃらブーツ。壁に向かってジャンプし、反対方向に操作するとより高くジャンプすることができる。壁キックか。今のこれね、これね。はい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 。よし、じゃあ脱出しましょうということで、次回です。ありがとうございました。